あれ、昔こんなお兄ちゃんがいたような気が。懐かしいか。いや、小さい頃のことはあまり。そいつは御霊だよ。淀むと荒御霊ってのになって悪さを始める。水よく万物を利して争わず。お前の父親柳誠の三番弟子佐川仁義の脈継ぎの技法を見せてやるぜ。人知天道。一体何がどうなってるんですか。マジで何なんだあの人。